始まりました。今日はヴァンガード第5スペシャルセットを開封していきたいと思います。第5スペシャルセットの収録カードです。こんな感じになっております。開けるとこんな2つがあるという感じです。で、まあ第5とあとブラック第5で、まあファーストガイドにプレイブックで黒第5と、黒第5と普通の第5がいますね。ゴールドトリガーキャンペーン残念ながら外れてしまいました。はい、じゃあデッキの紹介の方をしていきたいと思います。第5スペシャルセットですね。じゃあ紹介していきます。サンクチュア、サンクチュアリガードドラゴン、このカードのメインですね。パラレル仕様で、で A 効果がものすごく強くて、ロイパラリアガード1枚付き、このカードユニットプラス3000で、しかも、このカードただ、グレード1以下1枚付きで、ダメージ4ないとダメみたいですね。まあ効果も強いです、結構。はい、次レアですね。ディグニフォールド、シルバードドラゴン2枚。ボールズですね。もう最初の、ボールスはもう最初の、ヴァンガード始まった時のカードの中ではかなり強かったボールスですね。もう最強ってわけでもないけど、結構いい強いカードですね。が4枚、もう最初から入ってますね。ちょっと申し訳ないね。いろいろあってちょっと見えづらいと思うんですけど。ラモラック2の1万ですね。が4枚。ギャラティンが4枚。くっそやりづらいな。パソコン越しにやるんじゃなかった。コンスタンス1枚。オエイン1枚。ゴードン2枚。マロン4枚。まあ、ここら辺は別に、ウリエン4枚。ブーストプラス1000。ノーマル1。レンドガル1の7000。プラス3で結構強いですね。銀融詩人。最初のパラレルのやつと組み合わせると強いんだと思いますね、これ。これがファーストヴァンガードのアンブロシウス。結構強いのかな、これよくわかんないですね。エポナが4枚。ここは最初の初期と一緒です。コバノン4枚。もう初めの頃のあれと一緒ですね、内容。最後はここら辺はまあ改造余地あるかな。この最後の方のやつは完全初心者用ですね。まあ、改造内容っていうか、まあ、ブラスターブレードがまあ、サンクチュリアでしたっけ？ありでしたっけ？まあ、これに変わってるのと、あとちょぼちょぼ新規カードが出てるかなって感じですね。まあ、これが強いと思うんで、まあ、これでも、もう1枚か2枚入れた方がいいと思いますね。まあ、ちょっと、お宝で探してきて買うと思います。これはこれで別にデッキ作って、ちょっとプレイしてみたいんで。はい。ってことで、第5スペシャルセットの、開封動画、紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。